バキバキのマジンです。ということで、なんか隠したレンジがね、また来たということで、それをね、誰でも簡単すぐできる、そんなことをやっていきたいと思います。原子力の時代がやってきます。まあ、できればね、チームランブルで行くことをお勧めします。いつもの左上ですね。まあまあ、まずは向かいます。そしたらですね、このコーラルキャッスルの上のシャークの上のここちょっとした島、いつもね隠したレンジで最初キー渡して可愛いお家が建って、次レンガ渡してピラミッドが建って、そしたら次鉄ですよ。なんでチームランブルで100個必要なんで、チームランブルで行くことをお勧めします。ここですね、ちょっと武器だけ取っとこう。ここのまあいろいろピラミッドとか僕たちが建てたものですよ今まで。そしたらここに次金属100個はい取ってください。不足してます、あげたんですけど、これねよくあります。あげたのにまだせがんでくるあるあるです。そしたら次はね、この核のコンテナを収集してほしいんですよ。NW からこっち SE 側に行って、あ、これもできませんね。コンテナを実験場に持っていこうって出てくるんで、その実験場をここをど真ん中に持っていくと、あーできませんね。ソロで行ってみようということで、ソロで来てます。アリーナでもね行ってもいいかもしれないですけど、僕アリーナ2回やって2回とも弾かれたんで、ソロで行きまーす。まあ最初に鉄集めるんでシャークとか行こうかな。シャークも水が引いて完全復活してっからな。まあ過去の栄光だよな。俺ほんとここずっと降りてたな。スカイ元気にしてっかな。ちょっと鉄集めますね先に。オッケーです、集まったんで向かいたいと思います。多分チームランブルだとなんか最初から何の鉄も集めてないんで、謎のカウントになっちゃうのかな。なんかこの内部システムは分からんということで、失礼します。お、来ました来ました、コーラルバディ星へ届けと。かわいい。あー、いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。行っちゃった。これは収集する。あ、はいはいはい、あ、なるほどね、これを実験場に持っていくと。また別のチャレンジかな、核実験を開始。わお、大丈夫、レディー、いいよ、2、1。うぅやべえよこれは、やべえよ。見ましたか今の、核爆弾が起きるということで。経験値ガッポガッポよ。160レベルなんかって俺絶対行くんだけど、ウィークチャレンジもあと2周残ってるし、エターナルナイトのスタイルチェンジも問題なさそうですねみたいな感じで、木、石、鉄と、コーラルバディの成長を見届きました。おめでとう。最初は何もなかったのにね、なんかここも発展してんだよね。何これ、タワーの屋上みたいなの似てるな。ティルテッドタワーの次なんだっけ、ゴッサムシティの時みたい。いや違うか、でかくね体で。ピラミッドも順調にありますね。空に行って核実験もして、やっぱなんかこれシオナとなんかつながりがあんのかな、そう思わざるを得ないですよねみたいな感じで、ちょっと改めてあそこの発射場とここの原子のやつ集めて、あそこで核実験ね、結構近いんですぐ終わると思います。やってみてください。はい、みたいな感じで、これからも多分隠しチャレンジとかいろいろ追加されると思うんで、それも全部コレクションします。よかったらチャンネル登録待ってます。ということで、また次の動画でも会いしましょう。失礼しまーす。